先日メビーで頼んだこの部品、打痕がついてしまっていて、これどうすんの。そういえば確か塚さんが困った時はメビーサポートに電話って言ってました。五十嵐部長、再製作の部品届きました。メビーは結構対応早いんだね。五十嵐部長。あ、樋口君おはよう。おはようございます。この間のチームミーティングの発表良かったよ。すごい勢いがあった。ありがとうございます。いやいや、そんなことより、先日メビーで頼んだこの部品、打痕がついてしまっていて。どれどれ。あ、本当だ。いや、これどうすんの。今日は塚ちゃん休みだしな。そうでしたね。そういえば確か塚さんが困った時はメビーサポートに電話って言ってました。あ、確かに前回の動画の時も、もしもの時は人が対応してくれるって言ってたやつか。そうです。樋口君、じゃあさ、ちょっと電話してみてくれる。これじゃダメだよ。はい、わかりました。0120-343-626と。お電話ありがとうございます。メビーサポートの長野が受けたまわります。こんにちは。実は先日メビーで発注した部品に打痕がついてしまっていて。さようでございましたか。申し訳ございません。製品と梱包材の状態を確認させていただきたいのですが、この後メールを送信しますので、状態がわかるお写真を添付してご返信いただけますでしょうか。わかりました。部品の写真を準備しておきます。お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。メールが来た。五十嵐部長、回答のメールが来ました。今日中に再制作してくれるみたいです。お、今日やってくれるの。メビーは結構対応早いんだね。五十嵐部長、ん、再制作の部品届きました。お、結構早く対応してくれたね。これが、まあ、本来の綺麗な仕上がりになってるね。打痕もない。よかったです。もしもの時は人が対応してくれるってやっぱり安心ですね。うん、電話でもメールでも受け付けてくれるらしいです。うーん、メールでもいいんだ。まあ、状況に合わせて選べるっていうのはこれいいね。これからも安心してメビーそうです。じゃあさ、樋口君、今度の搬送装置、これもちょっとできるだけメビーに頼めるように、メビーに寄せた設計でやってみようか。はい、頑張ります。お困りの際は0120-343-626メビーサポートまで。お問い合わせフォームも概要欄にございますので、ぜひお気軽にご相談ください。